カメオ装飾が施されたコインストーンカメオの例、大型巻貝に彫刻したアスチオーネのシェルカメオ大型巻貝を素材にした手彫りのシェルカメオカメオとは、メノ大理石、貝殻などに浮き彫りを施した装飾品、工芸品。日本では主にマンボウ貝、トウカムリ、星だから等の厚い貝殻に浮き彫りを施したシェルカメオを刺し、メノーなどの石に浮き彫りを施したものは、 ストーンカメオ、アクリル樹脂をカメオ風に成形したものは、アクリルカメオ、金属をカメオ風に成形したものは、メタルカメオと、素材ごとに呼び分けている。正確には表面に浮き彫りを施したものをカメオ、沈め彫りを施したものを、インタリオというが、カメオとインタリオをまとめて、カメオと呼ぶ場合が多く、また、カボッションカットの石の表面に、女性の肖像画を印刷をしたものも、 カメオとして販売されていることがある。古代イギリシャで発達した技法で、カメオもしくはインタリオを施した宝石を指輪にはめ、印象代わりに使用していたと考えられている。古代より装飾品として愛され、古くはローマ時代のものも発掘されている。近年ではイタリアなどの国で工芸品として貝殻に掘り出したシェルカメオが装飾品として陳調される。 溶岩に掘り出したラーバカメオよりストーンカメオに高価なものが多い。カメオに掘られた人物像をさらにダイヤモンド、ルビーなどで装飾したものはカメオアビレと呼ばれる。掘りの高さや石の層の色の出方なども重要視されるが干渉のポイントとなるのはやはり掘りの出来となる。またシェルカメオで一般的に言われる巻貝の左右の向きはあまり重要ではない。 現在のシェルカメオは南イタリアのナポリ近郊の港町トーレデルグレコで制作されており多くのカメオ彫刻家がそれぞれの特性などを活かし現代アートカメオを制作している。ウィキメディアコモンズにはカメオに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。